冷静棒サーフボード、西井浩司さんです。こんにちは。こんにちは。さあ、それでは2011年モデルのプレセボのご説明お願いいたします。はい、発売から、今年で6年目新しく、フレックスライトからフレックスライトターボに、こっちですね、フレックスライトターボに変わりました。これ何が変わったかというと、これさん聞いててくださいね、はい、デッキの PVC シート、これを軽量で薄いしなるものに変えました。よってサーフボードがよりしなりますけれども、今度しなった時に戻ってくる速さが、深くしなったところから戻ってくるのが深いと遅いので、その速さを補うために、反発が速くするためにカーボン、もともにカーボンのラインを入れて反発を強めてます。で、今までのフレックスライトよりも約 20% 速く戻るので、スピードも 20% 速くアップスンダウンの度についてくれるという新しい、素材になりました。はい。で、モデルですね。モデルは、いろいろ出ましてですね、コロヘアンディーノのモデル、スコーチャー、それとブラックシープ、これはラウンドノーズ、短く乗るフィッシュボードですね。で、テールはスーパースワローテール、こういった形です。スワローテールよりも角が一つあるので、スピードが出た時に、コントロールしやすいです。あとロックで、これ影出るかな、ボトムの、あ、デッキ側の、デッキ後ろのスタンスの部分にあらかじめ、フットデント、ワイプアウトを防ぐ、傾きがねついてます。はい。で、次がパワークエスト、これは、日本限定モデルで、2チャンネル、スピードがすごく出やすい、モデルです。エレベーターウィングと、ボリュームがあるのでおじさんでも大丈夫。